はい、こんにちは。今回はサーブの下回転とナックルの出し方について自分なりの解説をしていきます。動画の後半に解説がありますので、ぜひ最後までご視聴ください。だいたいここら辺に当たってます。見えますかね。だいたいここら辺です。ここ下回転の出し方ですが、擦りながらラケットの面を立てます。その後にナックルと分かりづらくするため、フォロースルーでラケットを上に上げます。ナックルの出し方は、ラケットの面を立てた後にボールに当てます。下回転と分かりづらくするためにスイングは速くしましょう。最後は同時に見ていきます。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になった方は高評価とチャンネル登録お願いします。